はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、じいちゃんです。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ね、我らの最初の、そう、始まりの企画。企画。焼きそば。これね、金ちゃんの焼きそば。それに、これ。なんでしょうか。デスパウダー。あの、ドンキホーテとかに売ってるやつね。そう。それの、酸っぱさ、レモン100倍。で、唐辛子100倍ってやつ。それと、ケーキの100倍と、で、ゴーヤの100倍っていう苦いやつと甘いやつよね、これ。ケーキの100倍だけでいいや、俺。あ？ケーキの100倍って甘さなんてもう1も100も一緒やろ、甘いのは。辛さも一緒じゃない？ほんと？酸っぱさってどうなんやろな、これ。クエン酸以上の酸っぱさあんの？450円で買えちゃってます。ね、これやりたいななんて思ってますよ。まずじゃあね、今日今からね、この焼きそばを、はい、作って、うん、これどうする？混ぜるんでしょ？いや、3つしかないんだよ。これ味4つあんだよ。そういや、なんで3つしか買ってないの？そこなのよ。俺も僕も忘れててさ。うん、どうしよう。どれが食べたい？ケーキ100倍、ゴーヤ100倍、酸味、辛いの外す、辛いの入れた方が面白くない？それかこれどっかで半分やって1個作る？少しずつ取って酸味入れよう、じゃあ。なんで4つ買ってないんだ、本当に。もうごめん、俺本当忘れててさ、3つやと思っとったんよ。あー、うん、じゃあどれか。これさ、中身どうなってるか見たことないんだわ。あ、粉取るわ。あ、ちっちゃい粉だ。ちっちゃい粉やな。危ない粉みたいだな、これ。これなんか特に危なそう。これ。これが多分、クエン酸だと思う。酸味だと思う。これが辛子だと思うもんで。酸っぱいの辛いのか。うん。うん、酸っぱい。わからんわからん。俺もわからん。だってこれ少しずつ取って、酸っぱいの入れよう。どれか一個だけ半分ぐらいの量で。うん、これで、4つ作って、やってみたいと思います。で、今日はね、かわいいゲストちゃんが来てくれてるんですよ。はい。これ作り終わったら出てくれますもんでね。今からね、お湯沸かして作りますもんで、ごうごう期待で。ワクワクすんな。はい、こんにちは。やっと焼きそば用意できました。これ全部できました。全部できました。全部ね、これ味ついてます。これ1、1。まあもうね、何が入っとるかもう全然わかんないです、僕ら。1,2,3,4 で番号を送りして、で、ここに一応ね、アシスタントが作ってくれた口引き、これ 1,2,3 しかないです。4はもうないです。みんなで食べる？いや、じゃんけんです。あー、はい、これ箸ね。はい、うん、じゃあ皆さんね、ここから好きなものを選んでください。まず、はい、目つぶっていいよ、目つぶって。はい、こっち。じゃあ、なんか、はい、じゃあ皆さん、これでやりました、決めました。ワクワクすんな。あ、ごめんなさい、こちら遅くなりましたけど、今日の特別、ゲストさん、ゲスト枠、名前は JK です。 JK の、はい、JK です。 JK です。ね、ちょっとポチャっとした可愛い子です。いや、それ愛嬌や。ほんと？じゃあちょっとみんなでめくってみようよ。お、2番。2番は？なんでやねん。じゃあ好きなの選ぶ。何番？1。な、1番これや。な、好きなの選んで。3。あ、俺ごめん、3番だった、あ、見えんかったもん、くっついてて。これ3番。ああ。なら、3と2。はい。とりあえず、3と2、これ全部分けました。みんな一気に食べる？あ？みんな一気に食べる？いや、一人ずつでしょ、ここも。じゃあ、じゃんけんしましょう、先。ゲストからじゃないの？あ？いやいや、そうやねん、ゲストさん先やな。や、じゃあ、ゲストさん、どうぞ、行ってくださいよ、もう、わしらの。あ、量が少ないってやつだな。ね、一回食べてみてくださいよ。美味しそう。あ、皿あるよ、もしあれやったら。取って、ゲストさんの皿。これどうぞ、乗せて食べてくださいよ。どうぞ。みんな食べたいもん。あ、そういうこと。その後もう一人ゲストさん、あのスタッフさんも一人おるぞ。じゃあ食べてください。いただきます。はい。デッパが邪魔しようね、デッパが。いや、最悪モザイクかけるから、顔は。あ、美味しそうな顔してる。普通に、うん、うまっ。あれあれ、何味？嘘。あ、苦い。苦い。
嘘ほんと、あ、苦い。じゃあ僕も食べていい？あれ、じゃあ多分一応苦いやつなんだよね、この。そうそう、その中苦いやつ2番。あ、苦い、後から来る。後、そう、じゃあ僕もいただきます。はい、楽しみやな。何やろこの味、嫌いだな、こういう分からんやつは。いただきます。じゃあ、いただきます。どうしたどうした、すごい。もう食った瞬間、スッとすすった瞬間、これしか出ねえよ俺。辛い、びっくりしたよ。めっちゃ辛い。そんなに？うーわ、こう、いや、これ辛いわ。あ、そんなか、なんかデスソースよく食べてるからそんないけるかなと思ったけど、デスソースの辛さと違う。デスソースはちょっとだってからうわって言うけど、うん、もう入れた瞬間辛いってやつ。唐辛子系？唐辛子、もう完全にもうハバネロ系の辛さ。あー、うーって感じ。あの火吹くタイプのあれだ。そう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 。辛ー。そんなに。もうちょっとかき混ぜたろこれ。わ、これすげえわ。食べてみる？ちょっとだけ。JK さんも食べてもらってます。辛いの平気？いや無理、絶対無理だろこれ。辛ー、涙出てくる辛さ。辛っ、辛い、辛いよな、辛い。じゃあ今度ムイ君、それだ、気になる。はい、ムイ君食べてよこれ。辛っ、先にこっちか。すげえ辛いやろ。あ、箸が辛っ。吹き出すのか。何この辛さ、バカじゃないのこれ。ちょっとかき混ぜたから良さそうじゃないですか。こってこってもうちょっとかき混ぜるそれ。辛い、辛いな、つまらない、欲しいな。後ろにあるな、うん、やっぱりある。辛いこれ、めっちゃ辛い。鬱陶しいけど辛い。女子トイレが辛い。食べれないでしょ。辛いやろ、辛い、やばい、これ。いや俺じっくり時間をかけるよ。じっくり時間をかけるから。これ何この辛さ、すごいな。やばいこれ。じゃあいただきます。いただきますって言える雰囲気じゃねえんだけど。え、バカ。これムイ君やべえや、ムイ君も食ってな、これ。これ半端ね、色、匂いもそんなにねえもんな、辛さの。辛い。水が欲しい。あのね、多分、あ、これ酸っぱいやつだと思うけど、あのね、味が、あ、これね、酸っぱいっていうより、うん、酸味が増したせいで、うん、傷んだ焼きそば食ってるみたい。傷んだ焼きそば食ったことねえやけど。じゃあこれちょっと食べてみて、いい意味わかるから、あの、うん、一口目で、あ、ダメだってわかる、あの、傷んだタイプの味がする。甘い。あ、甘いですか。鼻水が出てきた、あ、辛さ、もう違う、これ後に食わんとかんわ。何食っても一緒、もう今。あのね、あ、酸味が強いせいでね、これなんかうんってなる。そんなでもガチ酸っぱくはない。辛い。え、そう、なんか言うほど。うわ、酸っぱ。嘘だ。食べてみ。あれ、俺がこんな少ないとこ食ったのか。もうちょっと、舌が痛い。うん、舌が痛い。はい、食べや。ちょ、コップいるな、これ。辛っ。あ、酸っぱい。酸っぱいやろ。酸っぱい。あ、酸っぱい。あ、辛い。痛い。痛い。痛いね、これ。ちょ、食べてみ。じゃあちょっと辛いのいただきます。辛
辛い、痛い、痛いぞこれは。あ、これはあ、すごいダメなやつやろ。あ、めっあれこれデスソースよりワンちゃん辛くない。吐き出すなよお前、辛いってやって。辛いこれ。あ、これ辛い、これ辛いわ。あ、なるほど、これはのんびりしてる場合じゃねえよ、早く食えって言いたなるわ。さあこれ残りの、あれ辛い、甘い、甘いのじゃない多分。ん、甘いのか、甘い、甘いやつ、これ甘く感じたぞ。え、これ苦い、苦い、苦い。嘘、うん、いや、後味めっちゃ苦かったよ。嘘、すごい甘く感じた。俺辛いの食ったでかな。甘く感じる俺。いや、苦い、苦い。味覚落ちすぎて分からん。あ、苦いわ。喉苦い、苦い、喉苦い。じゃあこれ甘いやつだわ、危険な味がする、もう嫌だ俺。じゃあこれ甘いのは、甘いじゃない、まずっ。いや、辛いのの後に食うと俺これうまいってなるわ。うわ、まずい、まずい。これ焼きそばの甘いのダメだこれ。まずっ。そう、俺食えるよこれ。これまずい、これ合わんな。あれ出したい、出したい。じゃあこれ後からスタッフで美味しく食べるそうですから。美味しく。これ俺一番嫌だ。まだ苦い方がいいわ。甘いの？うん。これ一番きついわ。焼きそばだと思って食べるけど甘い。うん。俺甘いものっていう。甘いものっていう。いや、甘いにも限度があるやろ。いや、わかる、わかる。100倍甘いって言ってる時点で限度はないよ。限度ある、100っていう、100倍っていう。これやべえわ。どう、どうでした？ゲストさん、楽しかった。楽しかった。嘘、多分まずい。普通に食べるのが一番美味しい。ゲストに出てまずいもん食わされたこのショック。もう普通に食べたかった。普通に食べることがないから面白いんですよ。では皆さんね、皆さんも試したければ試してください。これどこに売っとるかっていうと、どうだろう、ドンキホーテかアマゾンくらいしか売ってない。アマゾンか、ドンキホーテ、いや、あそこでも売ってる。僕買ったのはイオン雑貨屋さんになったとこ、どこやったっけ。ビルバンか、ビルバン、うん、ビレッジヴァンガード、そういうとこでも売ってます。450円、2つ入って。じゃあね、これで皆さんお試しください。バイバイ、バイバイ。